平石クロスが入った、ヘディングシュート、ゴール田島、見事に決まりました。1対1、田島信之のゴールが決まりました。今シーズン初ゴールになりました川島。今の場面、平石のクロス、そしてかなり角度的には難しい感じもあったんですけれども、もう一度ご覧いただきましょう。浜田が前についていましたが、平石がうまくクロスを上げました。そして長身を生かして川島信之、